くすみ氏は、工藤氏の流れをくむ伊豆国で勃興した氏族。伊東氏、加野氏、川津氏、宇佐美氏などを派生した。くすのきみ氏、勝つ氏、市、きゅくすみ氏、くつみ氏とも。工藤助すは、伊豆国の伊藤、宇佐美、大見を合わせて、くすみ総とし、出家した後に道省にちなんで、くすみ入道石神と合した。 ソ我物語では助高は出家する前は工藤大部と称したとの記述から一般に尊卑文脈に記載されている工藤四郎大部担ぎと同一人物だと言われている。しかし尊卑文脈では家継の息子とされる伊藤祐家について実写、靴見入道若蓮氏と記してあることから伊藤助高と工藤家継は別人であり伊藤氏と工藤氏は 本来別族であるという説が近年出ている。事実、これを裏付けるかのように、蘇我物語で、勇家の息子であるスケチカが、スケタカの御歳の娘の子の伊藤幸次ぐについて、異性他人のまま娘の子というセリフが記されている。また、伊藤氏が言う、う工藤氏が、光、もしくは、次と通字が違うという点も見られる。伊藤スケタカは、 実子ともぎりの外孫である、伊藤幸次を後継とし、伊藤宗にちなんで、伊藤氏を名乗らせた。他方、実子である勇家の息子でもある助近も、養子として引き取り、河津氏を名乗らせた。助高幸次が、相次いで死去すると、河津助近と幸次の遺事である、工藤助常は所領をめぐり争い、それが有名な蘇我兄弟のあだちへと発展するので、ある。 その経過は、蘇我物語に詳しく描かれている。その後の楠見氏としては、戦国時代に、駿河国の国人桂山氏の支配下の問屋商人で、楠木健前西門の城の名前が、歴史上に散見される。また1571年には、徳川家康より、楠見とさ守るにあてて、諸役免除の主因状を与えたことが判明している。 このくすみ一族が戦術のくすみ市の末裔か否かは不明である。ありがとうございます。